どうもさんこんにちは、わっきーです。さあ、今ですね、東京都は大田区矢口の渡という人生初めて降り立った場所に来ております。ちょっと今日は強風の中、ラーメンを食べにやってきまして、オープンしたのがね今年の5月で、まだね4ヶ月5ヶ月ぐらいしか経ってないお店でして、でラーメンのジャンルが豚骨チンタンということで、豚骨なんだけどもチンタンだから透き通ってるスープの醤油と塩がメインのお店です。で店主の方がラーメン歴25年以上の方らしいです。でラーメンめちゃめちゃこだわってて、海苔以外は全部店内で仕込んでるみたいです。で今回自分の仕事仲間が食べに行ってて、めちゃめちゃ美味しかったから、わっきーさんぜひ食べ行きませんかということで、まあ、身内の紹介にはなるんですけど、でまだオープンしたばかりで認知もあまりないお店で、ただじわじわ人気が出てきてるみたいです。でお店到着でございます。ラーメン河合さんで、店前に看板があってメニューが一通り載ってるんですが、さっき話した豚骨チンタンスープと、でこの並びを見てみると看板メニューは塩ですね。塩ラーメンに、まあ、ネットでは醤油もね看板になってましたが、塩推しですね。であと混ぜそばに木曜日だけつけそばやってますね。ラーメン河合さん、食券制になっていまして、まあ、さっき表で見た看板の並び通りで左上で塩が看板目になってますね。でさっき店員さんに聞いたら、今ライス系が全部×になってるんですけど、ちょうどさっき売り切れたみたいで、ご飯物はですね結構早い者勝ちみたいですね。でとりあえず、塩ね。で今日はですねせっかく来ましたので、ちょっと異例の2杯分いこうかな。たまに発動するやつね。これもいっちゃいましょう。食べきれるかな。醤油まあ俺とちょっと違う味がいい、はい、であとね水餃子あるのちょっと珍しいんでね、まあ、今日2人で来てるからこれシェアして食べようかなと。麺はあれですか、分けてるんですか。混ぜそば用とそうですね、ラーメンはその細麺です、これ一応温まるんですよ。木なんでバーンって切らないんですけど、おはようございます。でももう水煮から作ってるんで。これ珍しいね、はい、ニンニク酢とラー油もね自家製らしいです。めっちゃこだわってる。ということでラーメン河合さんの塩ラーメン味玉トッピング、さっきね調理手元取らせてもらえたんですけど、とにかくねやっぱスープの色がねほんと綺麗ですね。珍しいこの水餃子をね、なかなかねラーメン屋で水餃子を置いてるとこってあんまりないんでね。こっちが醤油ね、醤油です。いいね。めちゃめちゃ楽しい。あと香りがねちょっと伝わらないんだけど動画ではめちゃめちゃ漂ってるよねこれね。いただきます。今めっちゃ透き通ってんな。うわー、めちゃめちゃ優しい。あーうまっ。うまみがパないっすね。あとねチー油の香りがすげえ強烈です。このレンゲを置くところがあるっていうね、これ何気に俺嬉しい。いつもねレンゲ置くとこないからね困ってたりするんだけど、あ、ちなみにこれ柚子胡椒かな、なんかちょっと味変がついてますね。麺の長さはこれぐらいですね。結構長いですねこれ。うん、細麺ストレートでめちゃめちゃスープ運ぶ。これもまたチー油が絡むとね、うん、美味しい。これはスープとやっぱ合わせたいんだけどね。うん、ああ、あとメンマもねこれもめちゃめちゃこだわって作ってるそうなんですよ。ああ、結構味染みてますこれ。あ、メンマうまいな。甘い出汁が染みててこのメンマだけでご飯いけるね。うん、メンマうまいね。めっちゃうまいです。海苔めっちゃうまいね。海苔がめっちゃうまい。今食べるわ。塩と海苔って合うからね、相性いいから。うんただ私ラーメン河合さんって海苔以外がこだわってるでしょそんな海苔押されてもさまあいいんだよ、美味しいけど。美味しいよ。海苔もこだわってるんですよ。海苔こだわってるんですよあなたお店の人じゃないでしょあとは何気にこのなんかネギがすごい繊細にカットしてるよねこれ。なんかラーメン屋さんのネギってさちょっと雑く切ってとかあるじゃん。なんかこれ和食屋で出てきそうなねネギの切り方っていうか、うん、わ、ネギの香りがふわーっときて、美味しいな。スープでこれチャーシューですね。厚みはこれぐらいです。あ、結構もうほぐれちゃうのこれ。うーわ、あーチャーシューすごい甘いね。あとトロトロだね。柚子胡椒ですかね。ちょっとこれがついてるんでこれをつけて。うん、柚子胡椒合うな。さっきのが店主の方がね味玉もこだわってるって言ってたんでね。これすごいでしょ黄身の色。間違いなくうまいよねこれ。この色分かります？情熱的な。おお、味玉激うまだねこれ。教えてくれてありがとういやほらオープンしたばかりって言ってたでしょ。豚骨チンタンでしょ。まあありそうでないって、まあ、あんま聞かないよね。そうですね、うん、いや本当なんかどうなのかなと思ってさ一応ネットで口コミ見て、まあ、でも好評じゃん、はい、でまだでもオープンしたばっかだから食べログの点数はそんな上がらないじゃん。まあそれはしょうがないんだけど、でもうまいうまいって言うから来たらうまかったですよで水餃子ありまして、ちょっとねこれは楽しみですよ。であとこれがね青唐のお漬物みたいな、これもね全部自家製だそうです。うん、うわ、水餃子っていうかもう小籠包だねこれ。口の中で肉汁爆弾だよ。あ、これ青唐のちょっと攻撃的な辛さもあるし甘みも少し感じる。これ全部ペロリといけるんだけど、ちょっと俺今日ね混ぜそば買ってるからさちょっといいよシェアであげる。うまいわ水餃子。ニンニク酢があるんでちょっと冒険で全部にかけちゃうとちょっとあれなんで、スープにちょっと少しだけ塩とニンニクってね合いますからね。うーわ、また別物の味ですねこれ。よかった、ここでかけなくて。これ全然違う味になっちゃう混ぜそば用の、結構平打ちの縮れですね。これ塩とか醤油の麺とグラムはちょっと多いですか？こっちの方がちょっと若干多いですね。20g 多いですね。だけど食べたらスープがないからか結構パッと食べれちゃう。あ、そうですか。はい。ちなみに混ぜそばは醤油と塩選べるんですけど、醤油にしました。ジャンクな食べ物だと思ってる。ああ、そうですね。どちらかというと。そうですね、手前側にそして異例の2杯食いでございまして、混ぜそばでございます。具材はさっきの塩ラーメンと同じ具材を使いつつ、フライドオニオンやら、あとはブシ系ですね、で玉ねぎが入ってます。でプラス100円でカレーチーズ、ちょっとこれ味変で、最初これやっちゃうとね全部味変わっちゃうんで、まあ、途中でこれ混ぜてみたいなと。これも一思いにね、カッと混ぜていきたいなと。うわ、ちょっともうこの麺が間違いなく、うわ、ちょっと待った、これまた小麦の香りが、うわ、これたまんねえな。2杯目なのにまた食欲が出てきてる。もう香りが伝わらないのがすげえ残念なんですけど、やばいっすね。これは夜中布団の中で見てる人、またこれ寝れなくなっちゃうかもしれないな。麺の長さはこれ、あ、さっきの塩ラーメンの麺よりは若干短めかもしれないですね。うん、これダブルですね。年齢的にもさっきの塩の方が絶対美味しいなと思ってたんだけど、俺こっちの方が味的には好きかもしれない。結構ジャンキーっちゃジャンキーなんだけど、あとブラックペッパーのピリッとしたアクセントが、うん、やば、あ、うまいなこれ。でここにです、途中でちょっとこれをね入れたいと思います。カレーチーズをね、カレーとチーズのね香りがめちゃめちゃ漂ってます。うん、カレーの香りと味わい、あとチーズでね、コクがね、やっぱり20代がドストライクから、カレーのやつ入れちゃうと、うん、うわっ、さっき店主の方が厨房で言ってた通りで、意外とペロリといけちゃうんですよねって言ったら、本当そのまんまですね。フライドオニオンもね結構いい仕事していますね。うん、ごちそうさまでした。ということでございまして、今日は東京都は一応ね大田区ですね、場所は東急多摩川線の矢口渡し駅、歩いてまあ 3,4 分ぐらいですかね。で目の前に、ね、第二京浜大通り走ってまして、看板メニューが豚骨チンタンの塩、あと混ぜそば、俺的にはね、まあ、これは本当に個人の好みがあるんで混ぜそばの方が好きかな。うん、でも塩も美味しかった、もう感じちゃったし、よく見つけたよねこれだってまだオープンして5ヶ月4ヶ月ぐらいでしょ、だって、はい、あ、最近オープンしたので結構探してるんだ。そうですね。であと自分個人的な意見で言うと、他のグルメインフルエンサーがほとんどあまり来てない、だからやりやすかったです。ぜひぜひすすりに来てみてはいかがでしょうか。それではまたね。